げる、新井のツーランホームラン、カープに大きな追加点、甲子園での一発、新井今シーズン第1号ツーラン。いやー、やっぱりあのバッテリー打ってくると思ってるんですけどね、はい、あまりにもまっすぐ、うん、ね、はい、考えると球数、ね、この当たりはどうでしょうか、うん、ライナー性の打球が伸びていって入りました。新井の第2号の先制ソロホームランが出ました。まだまだパワーは健在、レフトスタンドへ一直線のライナーのホームラン、ライアン小川を打ちました。ストレート、はい、インコース高めですよね、うまく自分を取った。初球からいった、高く上がった、レフトへ上がっている、レフト上がっている、入りました。新井貴浩に満塁ホームランが出ました。一発で一気に大量点へ。昨日おとといの点が増えなかったカウントは大違い、今日は3回の裏、4番新井第5号は満塁ホームラン。これぞ4番、そしてこれぞ新井という一発。仕留めましたよね、シンカーですね、シンカーがおそらくちょっと引っかかったんですかね。回転4番の新井から初球か、バットホール投げて打球が飛んでいった、初球を狙い撃ち、新井貴浩、今年のカープ打線に新井貴浩あり、第6号のホームランが出ました。8回の裏のストラクつけます、一発。まずはしっかり絞っていきたいカープ打線ですが、初球を引っ張っていく、レフトの上飛べていって、ファンが待つスタンドに飛び込んだ、4番の一発でカープも反撃、新井の今シーズン第7号、ツーアウトランナーなしというところ、八木の初球を引っ張っていきました。